エトラちゃんは見た。にゃー、徳さんマジかっこいい。徳さんしか勝たん。私はアカネ、17歳の高校生だ。アニメは少し見る程度だったが、ショート動画のアニメ切り抜きで徳さんというキャラクターに一目惚れをしたことがきっかけで、今はこのエトラちゃんは見たというアニメにどっぷりハマっている。SNS も見る線だったが、推し活アカウントを作り、今では同じアニメファンたちとの交流を楽しんでいる。今回も神回だった。徳さんの出番も多くて嬉しい。ポストっと。ん？あ、あざみさんだ。今回も良かったですよね。私はあと3回は見返す予定です。徳さんも良かったけど、個人的にはヒイラキ様の活躍が最高でした。来週の予告的にヒイラキ様の活躍会の予感でとても楽しみです。推し活を通じてあざみさんというフォロワーさんとつながった。この人は私のポストによく反応してくれて、たくさんリプライを送ってくれる。あー、今回のリプも長いな。同じくらいの文章量で返したいけど、長文考えるの苦手なんだよな。とりあえず返信はしておかないと。さてと、公式アカウントもチェックしないと。新作グッズとか出てないかな。ん？コラボカフェ？メニューも可愛い。開催場所は都内か。そりゃそうよね。私が住んでいる場所は東京から新幹線で2時間程度の地方。学校の友達に同じアニメファンはおらず、一人で東京に行くことは高校生の私にとってハードルが高かった。ましてやカフェなんて、一人行動苦手なのに。コラボカフェ楽しみだけど、一緒に行く人がいなくて辛い。よかったら一緒に行きませんか。こうして私は人生で初めてのオフ会をすることになった。念のため DM で開示しても問題ない程度の個人情報を交換し、あざみさんは27歳の女性ということが分かった。あー、今日って本当に人多すぎ。電車の乗り換えも多いし、開催場所が駅の目の前ってのはラッキーね。あざみさん、もう着いたって言ってたけど、どこだろう。どんな人だろう。初対面の人と二人きりでカフェなんて緊張するけど、いつも SNS でたくさん絡んでくれるし、年上だしなんとかなるよね。メガネでお団子ヘア。あの、あざみさんですか。そうですけど。あの、あかりです。はじめまして。はじめまして。あ、カフェ入ります。はい。イメージと違いすぎるんだけど。目線合わないし。内装も飾り付けされてて可愛いですね。ヒイラギのロマンチックラベンダーソーダ。色だけ合わせてもヒイラギ様のセクシーさの表現が足りてないわ。公式の解釈甘いんじゃない。お注文はお決まりでしょうか。はい。どうしよう、グッズは欲しいけど食べきれる量にしなきゃ。説明しよう。料理を一つ注文するとランダムでグッズをもらうことができる。徳さんのグッズを手に入れられるかは完全に運なのです。徳さん。私は徳さんの爽やかメロンソーダとスペシャルグリーンカレーで。あざみさんは。ラベンダーソーダ10個、ラズベリーケーキ10個。10個ずつですか。はい。かしこまりました。あざみさん、10個なんて食べきれるの。問題ないわ。ほぉ、見た目に反して意外と大食いなのね。それにプラスで大人の経済力。うらやましいわ。残せばいいもの。え、お金は払うんだから問題ないわよ。ダメですよ。コラボカフェで大量に残すのが問題になってるって私も聞いたことがあるし、それに残したら追加料金も払わなきゃですよ。あんなのただの脅し、無視すればいいの。ご注文の品とランダムグッズになります。あかねさん、ランダムグッズの開封しましょう。はい。あ、トップだ。しかも2種類。やったー。あざみさんはどうですか。でもほら、後で他のお客さんとお店の外で交換してもらいましょう。今は注文したものを食べましょう。そうね。ああ、私ジュースとケーキ1個だけでいいわ。本当に残すんですか。ええ。じゃあ私が食べます。貸してください。
さすが高校生は胃袋が違うわね。高校生でもきついわよ。1時間後。気持ち悪い。ワンピとかでくればよかった。でも徳さんのグッズ当てられてよかった。あかねさん、何ですか？グッズ交換しないと。そうですね。うん、行ってきてちょうだい。私人見知りだから人に声かけるの苦手なの。自分の欲しいグッズなんだから自分で行った方がいいんじゃないですか？無理よ。どうにでもなれ。すみません。お姉さん。30分後。ダメだ、全然見つからない。ヒイラキ様は人気キャラだし、持ってても交換してくれる人は少ないのね。もう帰りましょう。ネットでもグッズ交換はできますし。いやよ、わざわざここまで来たのに。私ももう嫌なんですけど。あの人、ヒイラキ様のグッズを持ってるわ。なんだかキョロキョロしてるし、交換相手を探してるのかも。行ってきて。すいません。はい、ヒイラギのグッズを交換していただける方を探してるんですけど。ええ、いいですよ。私も交換相手を探していたんです。本当ですか？ドクサを探しているのですが、持っていらっしゃいますか？え、アザミさん、ドクサは持ってなかったな。すみません、ドクサは持ってな…持ってます。え、アザミさん、ドクサ持ってましたっけ？あなたが持ってるじゃない。何言ってるんですか？このグッズは私のですよ。いいじゃない、ニコも持ってるんだから。私は一つも持ってないのよ。そんなこと言ったって、ニコとも種類が違いますし。第一、私がお金払って手に入れたんですよ。じゃあお金払うわ、それでいいでしょ。そういう問題じゃん。あなた、アザミさんですよね？え、そうですけど。やっぱり、お久しぶりですね。知り合いなんですか？知り合いというか、元フォロワー程度ですけどね。え、私はあなたのことを覚えてますけど、あなたは私のことなんて覚えてるわけないわ。私、あなたが昔迷惑をかけたコスプレイヤーの友人だもの。え？イベント会場でコスプレしてた私の男友達にしつこく連絡先を聞いて。個人的に撮影会しましょう。更衣室前での待ち伏せ、君の悪い自撮り DM、 返事待ってます。怖いってよく相談されたわ。あなたのせいで彼はコスプレをやめたのよ。見覚えのある顔だと思ったらやっぱりね。いっぺん直接会って文句言ってやりたかったのよ。たとえあなたが徳さんのグッズを持ってたとしても、あなたみたいなクズとは絶対に交換しないから。ドアが閉まります、ご注意ください。駆け込み乗車は大変危険ですので、ご遠慮ください。何よ、何よ、あいつ、あいつには関係ないじゃない。私とあのレイヤーがいい感じになったから嫉妬してるのね。でもヒイラキ様を手に入れられてよかった。お腹いっぱいでちょっと眠いわね。乗り換えの駅まで30分もあるし、ちょっと寝ましょう。すいません、これ警察に通報した方がいいんでしょうか？いいのよ。あのクズにグッズを取られたのは悔しいけど、お目当てのグッズはもう持ってるしね。え、すごっ。ああ、安心して。もちろん完食したから。おお。むしろごめんなさいね。私がカッとならなければあんなことにはならなかったのに。お姉さんは悪くないですよ。ありがとう。実はあなたがあの女の頼んだ注文は完食してたの、見てたのよ。若そうなのにすごいガッツね。ありがとうございます。運動部なのでちょっとだけ胃袋には自信があるんです。ってことは高校生？はい。情けない大人を見せて申し訳なかったわね。巻き込んだお詫びでこれ受け取ってくれる？悪いですよ。いいのよ、私保管用、鑑賞用、布教用で買うタイプだから。ありがとうございます、嬉しい。バイト代じゃ東京に来るのがやっとで、このグッズ買えなかったんです。喜んでいただけたようでよかったわ。それはそうと、あの女とは縁を切った方がいいわよ。一緒にいてもろくな目に合わないんだから。そうですね、私もそう思います。ねえ、あなたも徳さん推しなんでしょ？
私の周りに同じ推しの人がいなくて。よかったらこの後、推し語りも含めてカラオケに行かない？わあ、行きたいです。譲りはよ。私はお金です。1時間後。うわ、あさみさんだ。電話番号交換したの？はい、一応出てみます。あ、もしもし、あかねさん。何ですか？助けてほしいの。ん？電車で居眠りしてたらバッグを盗まれたのよ。スマホをポケットに入れて無事だったけど。ない？私のヒイラキ様も持ってかれちゃったのよ。財布もないし、家の鍵もバッグだからこのままじゃ帰れないわ。だからどこどこ駅で待ってるから迎えに来て。完全に自業自得でしょうが。しかも私のじゃなくて盗んだの間違いでしょ。泥棒なんてするから泥棒されるのよ。年下にお金せびって恥ずかしくないわけ？自分で何とかして。さようなら。あかねさん、あなた最高よ。電話の後すぐに SNS も連絡先もブロックした。初めてのオフ会は散々だったけど、代わりにゆずりはさんという新しい同士と巡り合うことができた。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。あんな大人にはならないと決心しつつ、今でも楽しい推し活ライフを送っている。ご視聴いただきありがとうございました。いい大人がマナーも守れない行動、まして悪いことをして恥ずかしくないんですかね。何よりこんな風に盗んでゲットしたグッズって絶対持ってて嬉しくないですもん。そもそも推し活っていうのは精神的な支えだとか生きる糧だとか、どちらかといえばいい影響を与えるはずなのに、同じ推し活仲間のせいで嫌な思いをするのは本末転倒ですからね。ルールや節度を守って胸を張って堂々とできるいい推し活をしてくださいね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。